くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。これから髪切るよ、くるぶしです。阿部ちゃん、お前はよくやったよ。チョラです。チョラです。初めてチョラなってです。あの、年末に近づいてきまして、例年通りの年末ではないんですけれども、クリトリスあったな。クリトリス、これどんな感じなんだろうっていうものをですね、一個見つけてきまして、もういいです。はい、じゃあ早速ご紹介します。それはこちらです。食べるトランプ。うん、すいません先生、はいはいはい、トランプは食べれないです。これあえてですね、食べるトランプ、いや分からん分からん、趣旨が分からん。ババ抜きとかしてて、このカード1枚だけいらねえんだよなみたいな時あるじゃない。そういう時に食っちゃうっていうね。最終手段ができるのかもしれない。食べるペーパーシリーズがあるんですね。紙のようなビリバリ食感、4つの味で新登場。ちょっと待って、ちょっと待って、紙食ったことねえから、ビリバリ食感って言われてもちょっとわかんない。で、10枚入ってまして、うん、味がですね、うん、バニラ、イチゴ、メロン、バナナ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。その前に、うん、トランプって、うん、53枚ないと遊ばれへんのじゃない？そうね。10枚。早速じゃあ、ちょぼちゃん開けていただきましょうかね。じゃあね、開けていきましょう。はい。ということで、うわりよ。開けていきゃ。ないわ、そうだよね。うわりみたいな。はい。じゃあ、ちょぼちゃん開けていただきましょう。はい。うん。さらに出そうか。あ、オッケー。あ、なんか楽しい、この感じが。お、ババ抜きできんじゃない。ちょっと、今これね。ダイヤのセブン、ハートのクイーン、ハートの8、クローバーの5、クローバーの6、スペードのエース、スペードの10、スペードのクイーン、ダイヤの8、ダイヤの2、何もできません。いけるところまでババ抜きしてみましょう。そうね、はい、これバレるね。あ、8揃った。これ何？終わんねえよ。ちょっと持ってるやつ行ってみますか。はい。バナナと、バナナとメロンかな。うん、メロン味するんでしょうか。はコンビニのアメーバみたいな味する。待って、コンビニのアメーバいっぱいあるけど、白のバニラかな、これ。バニラ。バニラね。あ、ソースせんべいの、あの、せんべいだね。ソースせんべいより、パンっぽくない？こう？あ、全然ちゃうわ。黄色はバナナ味ってことですけど、うん、黄色はマジでソースせんべいの味する。この白もだいぶソースせんべい。バニラ味する？いや、うん、こちらもバナナ味します。ちょ、メロンだけ食ってみてくれへん？あ、メロン、うん、コンビニのパンみたいな味すんねん。めっちゃコンビニのパン。ナイススティックみたいな。な、じゃあいちごを深い上品に行ってみますか。行ってみましょう。唯一ほんのりいちご。あ、そうね。これ誰が買うんすかね。せめて53枚しといてほしい。そうね、ほんとそう。かっけくるちゃんが言ってた使い方だよね。うん、なんでババ食ったりして。ああ、そうね、うん、都合が悪かった時にカードを食ったり、うん、多分できる薄さの限界がこれなんでしょうね。そうやね。だから53枚にしたらものすごい。あと紙の食感じゃねえ。そうね。わぁ、ダントツにソースせんべい。でしょ？でしょ？バナナよりもソースせんべいを。バニラは全く感じ。ソースせんべい、ほんのりソースせんべい、うん、ほんのりいちご、うん、コンビニのパン。はい、ちょっとね、この食べるトランプ、ちょっと開けて食べてみましたが、どうすればいいのこれ。どうすればいい。まあ価格もすごく安くて、なんだろうな、
どうしようねこれ。使い方はね、あの皆さん自身でそうちょっと考えて、うん、なんかそのこれのいい使い方あったら逆に教えてください。そうだね、コメント欄の方に、教えていただければ。はい、今日はですね、謎の、食べるトランプ、今日も一緒に食べてみた、お送りしました。ありがとうございます。サンキュー。ほらもう何も出てない。